お疲れ様です。あーうめ。今日はつまみをねたくさん買ってきました。みかんと当たり目とタラタラしてんじゃねえを買いましたね。でちょっと晩酌しながらいつものルーティーンというか求人のチェックをしていこうと思います。他のコンビニでタウンワークもらってきたんで今日はタウンワークをね見ていこうと思います。早速タラタラいただきます。夜とかに勢いで応募しちゃう時とかあったんですけど、最近は夜のうちに探して次の日の朝も見て行きたいかどうかっていうのは一回確認してから応募するかどうか決めるっていうのをやるようにしてますね。今回のタウンワーク結構飲食店が多いっすね。月収42万がありますね。最近なんか多いんですよね。自動車関係のやつで刈谷とか岡崎とかで時給2000円超えの求人が結構出てて気になるんですけど遠いんですよね。当たり目いただきます。夜はこういう感じの過ごし方なんですけど、仕事に対する不安がすごくて、なんかどの仕事見ても俺にできるかなっていう不安しかなくて、なかなか応募に踏み切れない状況ですね今。まあそういう感じですね。で現状なんですけど、この前ね支払いをしたんですけど、それが終わって今の全財産貯金も合わせて18万ぐらい残ってるんですよ。まあそれを出前館をやりながら細々と食いつないでる感じなんですけど、まあそろそろねちょっとまとまったお金が欲しいんで、まあ早いとこ仕事を見つかればなぁと思うんですけど、うん、もう次はね辞めたくないんですよ。あもう今までありえないぐらい転職してるんで、もうそろそろ落ち着きたいなっていうのでちょっと慎重になってるんですけど、うん、
まあこれからもね頑張ろうと思います。